男子決勝は去年のウィンターカップ、そして夏のインターハイに続き全国を狙う未来強化と、いずれもあと一歩で涙を飲んできた富城。近年沖縄の高校バスケをリードするライバル対決となりました。勝っても負けても3年生にとっては集大成の舞台。序盤から互いの意地がぶつかります。競った展開となりますが、未来効果はエース佐渡山楓の活躍でわずかにリードを奪い、試合前半を追い返します。しかし富城も第3クォーター、キャプテンの松田優之介、1年生の時から試合に出続けてきた大黒柱が集大成の舞台で躍動、試合をひっくり返します。その後も手に汗握る激戦となりますが、全国への強い気持ちを体現したのは富城でした。勝負どころ未来効果を突き放し、2年ぶりの全国切符、嬉し涙を流しました。やってきたことは間違いじゃなかったし、やっぱ自分たちで自立することがとても大切だなと思いました。一戦一戦戦って、でやっぱ未来効果さんの分までしっかり気持ちを背負って戦いたいと思います。また女子決勝は第1クォーターからリードを奪った西原がオロクを圧倒、5年連続の頂点に立ちました。ただいまの試合は86対6。これまでの感謝の気持ちを一球一球に込め、勝利を目指し全力でプレーします。沖縄で開幕した高校野球の秋季九州大会、来年春の選抜甲子園を目指し、各県を勝ち抜いた16校が熱戦を繰り広げます。県代表の沖縄尚学、日本ウェルネスは共に初戦を突破。あさって選抜出場の目安となるベスト4をかけた準々決勝に臨みます。プロバスケット B リーグ、アウェーで秋田と対戦したキングスは両日接戦をものにし、連勝を5に伸ばしています。